エブタイガーのアーセナルチームの要も放出か。スペインの報道によると、フランス王者のパリ・サンジェルマンが、アーセナルの DF ・ウィリアム・サリバを獲得するため、9500万ユーロのオファーを提示した。サリバすごい狙われる、生取り以外は多分ありえないけど。パリに行くメリットって地元ってだけだよね。今より弱いチームに行くイメージ湧かないわ。さすがに非売品でしょ。ただエブ対談がどこまで影響するかは気になるところ。富安が安定的に出場できないから、サリバいなくなるとだいぶ弱体化しそう。なおサリバは2027年まで契約を結んでおり、サリバのアーセナルでの出場時の成績は、勝率 68% である。エブの対談の中、このままチーム状況も改善されなければ地元のビッグクラブへの移籍の可能性も否定はできない。プレミアで戦ってて勝率 68% はエグいな。パリよりマドリーの方が怖い。個人的にはサリバよりガブリエル派なんだけど、なんでサリバばっかり名前出てくるの？今のパリには魅力ないでしょ。普通に飛ばし記事だと思うよ。サリバってそんないい選手か？個人的には課題評価なんだけど。さすがにない。はず。